ビッティヒハウゼンは、ドイツ・ビュルテンベルク州マインタウバー郡に属す、町村。ビッティヒハウゼンは、マインタウバー郡北東部のビッティヒバッハ川流域に位置し、その東部は、ビュルツブルグ郡と境を接する。この町は、ビュルツブルグオクゼンフルト、バート・メルゲントハイム・タウバー・ビショフスハイムの4都市が、形成する四角形の中心にあたる。この町は、 海抜227メートルから364メートルに位置する。ビッティヒハウゼンには、かつては独立した町村であったオーバービッティハウゼン、ポッペンハウゼン、ウンタービッティヒハウゼン、ビルヒバントが属する。旧町村の文章は以下の通り。ビッティヒハウゼンは、1971年に行政改革の一環として、それまで独立した自治体であったオーバービッティハウゼンと、 ウンター・ビッティヒハウゼンが合併して発足した。1972年にポッペンハウゼンとビルヒバントがこれに加わった。ビッティヒハウゼンは、その母体となった両自治体がそうであったと同じく、タウバー・ビショフスハイム軍に属した。1973年の同軍の廃止に伴い、新設されたタウバー軍に編入された。タウバー軍はその後すぐにマインタウバー軍を解明された。 宗教改革はこの街に影響を及ぼすことなく、通り過ぎていった。現在でもビッティヒハウゼンの住民には、ローマイコールカトリックの信者が多い。数少ないプロテスタントの信者は、ラウダ・ケーニヒス方編の教会組織に属している。町長のマルクス・ベッセルは2014年2月1日から、町長を務めている。ビッティヒハウゼンの議会は12議席からなる。三本のビュルツブルグの旗は、 オーバービッティハウゼン、ウンタービッティヒハウゼン、ビルヒバントがビュルツブルグ市橋領に属していたことを示している。マインツの輪はポッペンハウゼンがかつてマインツ市橋領であったことを示す。ビッティヒハウゼンはウンタービッティヒハウゼン地区にフランケン鉄道の駅を有している。ラウダとビュルツブルグの間に位置するこの駅ではベストフライケン鉄道のレギオナルバーンが2時間ごとに発着する。 ビッティヒハウゼンには基礎家庭学校が1校ある。見どころはオーバービッティハウゼン地区の政治ギスムント教会である。ありがとうございます。